皆さんお疲れ様です。さっちょこです。エリナです。お願いします。はい、今日は秋メイクをやっていきたいと思います。もういつも動画で言ってるんですけど、私ほぼほぼ在宅勤務なので、なんかがっつりメイクする機会って土日しかないんですよ。でもなんかこの秋になって自分の今年の秋メイクみたいなのを決められてないので、今日はちょっとみんなと一緒にみんなと一緒にっていうか、ちょっとあなたと一緒に秋メイクを研究したいなという気持ちでやってまいりました。で、今日平日の仕事終わりで撮ってるんですけど、なんか私いつもファンデーションというかベースを軽くやるので、ベースと眉毛は軽くやるのでベースちょっと塗ってたんですよ。その上にちょっとファンで重ねて眉毛を描いているので、この状態から始めていきます。一人で淡々とメイクをしていく動画っていうよりは、お話ししながらメイクをしたいなと思ったので、昨日インスタでなんかくださいみたいな感じでやったら皆さんがたくさん送ってくれたので、それをそのお話をしながら今日はやっていきたいと思います。まずアイシャドウからやっていこうと思います。ペリペラのやつ、これ Q10 の目代わり、目代わりかな、目代わりの時に買ったんですよ。1個2個前ぐらいの目代わりの時に買ったんですけど、あんまり使えてなくて、こんな感じでなんか秋っぽくないですかっていう色なんですよ。まず唇に規模のリッププランパーを塗っていきます。このリッププランパーなんですけど、キヌちゃんがめちゃくちゃ使ってて、めっちゃピリピリするけどすごいぷっくりなるよみたいなのをすごい動画で言ってたので、ちょっと私も欲しいなと思って買った品でございます。なんかめちゃくちゃね、スースーしてピリピリだんだんしてくるんですよ。最初は意外とそんなことないじゃんと思うんですけど、なんかだんだんめっちゃピリピリしてきて、でなんか舐めるとめっちゃ辛い、なんかカプサイシンって感じ。ちょっとベースっぽい色を塗っていきます。ベージュ。ではちょっと昨日インスタで集めた、なんか質問を集めたわけじゃないから、みんながなんかくれた言葉を読み上げながらお話をしていきたいと思います。推し様にとても会いたいですって言ってますね。いや、推し様って韓国の人なのかな。多分韓国アイドル追ってる人とかはなんか今結構きついんじゃないかなって私思ってて、だってあんま海渡れないからさ、なんかイベントとかもないじゃないですか、対面とか。4トンだからなんかどうなんだろう、なんか偏殺する人多いみたいな話も聞いたことあるんですよね。その推しに対面で会えなくてみたいな、なんかしんどいなって思う。なんかあのライブ行ってる時とかイベントの前とかの、なんて言うんだろうな、ワクワク感、もうなんだろう、この日のために頑張れるみたいな感じじゃないですか、ライブとかって。なんかそれをなんか最近全然味わえないじゃないですか、みんな。なんか悲しいですよね。早くもうなんかコロナという概念がなくなってほしいってめっちゃ思います。彼女いる人が好きです。今度2人でご飯行きます。雑談のテーマにしてください。雑談のテーマにさせていただきます。どういう名目でご飯行くんだろう。普通にご飯行こうみたいな。うわー、難しいですね。彼女いる人が好きです。でも彼女いる人ってすごい、なんだろう、なんかわかんないけどすごい魅力的に見える気がするんですよね、私。でもなんか私の場合はなんかその彼女がいるっていう時点で恋愛対象からは外れるので、ご飯はでも、わかんないな、ご飯行こうよとかも多分あんま言えないかも。最終的にはその男の人が決めることだから、なんか流れに任せていけばいいのかな。社会人になる前にやっておくべきこと。なんか本当に社会人になるとやっぱ土日とか、土日休みじゃない人もいると思うんですけど、なんかその休める時間って、休めるというか自由に使える時間って本当に少ないなと思って、なんかその仕事終わりとかもやっぱ疲れちゃうっていうのもあるし、次の日も仕事あるしみたいなので、あんまそんな遊んだりとかそこまではっちゃけることはできないと思うし、それこそなんか1週間休みでみたいな
なんかめっちゃ遊んだりとか、まあ、旅行今はちょっと難しいかもしれないんですけど、旅行行ったりとかできる機会がそもそもできないから、仕事をしてたら。だからなんかそういう、なんだろう、春休みとか大学生の春休みとか夏休みとかって本当に時間めっちゃ使えるから、たくさんの時間を使わないとできないことをやっといた方がいいと思う。ああ、それかな。それが一番ですね。免許を取るもそうだし、社会人になったら多分通いとかも、合宿はもちろん無理だし、多分通いも多分なんだろう、厳しくなってくると思うから、免許って結構時間かかるから、それは欲しいなっていう人は取っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。あとなんか帰省とかはしといた方がいいかも。私は社会人になっても絶対帰省はしたいけど、1ヶ月帰るとかってできないじゃないですか、やっぱ。だし、なんか家族と離れて暮らしてると、今コロナもあるし、なんだろうな、めちゃくちゃこう頻繁に会える機会って社会人になるとさらになくなるから、帰省とかしといた方がいいと思いますね。なんかそのバイトとかでお金を稼ぎたいっていう人もいると思うんですけど、なんか私の場合はもう大学生の最後らへんは、なんかバイトでお金稼ぐとかよりは、なんかこう自分のしたいこと、遊ぶとか帰省するとか、なんだろう、もう本当に自分がしたいと思うことに時間をかけてましたね。なんか社会人になったら、なんか言い方悪いけど、どうせ働かなきゃいけないからバイトして、まあバイトするっていうのもすごいいいと思うんですけど、私の場合は結構なんだろう、まあ、どうせ働くからっていう、なんかそれでちょっと自分を許して、めっちゃいろんなしたいことをしてました。今週末最後の文化祭あるんですけど、やっておいた方がいいことありますか？しといた方がいいこと、なんかみんなと写真を撮るとか。まあそれは当たり前か。文化祭とか運動会とかって結構みんな楽しい気持ちになってて、非現実的じゃないけど、普段その授業とか受けてるっていう気持ちとは結構違くて、なんだろう、開放的な気持ちになってることが多くないですかって思うから、なんかその普段声をかけづら、なんだろうな、ちょっと勇気を出さないと声をかけづらいなって思う人とかに、なんか写真撮ってほしいとか、まあ、LINE 教えてって急に言うのはおかしいか、写真撮ってくださいとか、先輩とか、それこそ好きな人とか、なんかちょっとすごい可愛いなって思ってるけど、いつも声をかけられずにいる子とか、なんかそういう子になんかちょっと勇気を出していける機会な気がするので、なんかつながり増えそう、つながり増えそうっていうのかな、なんて言うんだろう、なんかそういうちょっとこうみんなが開放的な時にそういうことをやったらいいんじゃないかなって思いますね。文化祭なんだろうね、打ち上げは行くとかわかんないけど、打ち上げとかもなんかみんな普段絡まない人とかもいたりとかして楽しいから、なんかあんま本当になくなるから、だんだん大人になるとそういうクラスみんなでみたいな、そういうのがなくなっちゃうし、全部こう結構自由参加みたいなことが多くてとかになっちゃうから、やっぱなんかそういう学生でみんな集まるみたいな時間にはそういうことをしといて、なんかそういう場に行くとかなんかしといた方が楽しい思い出が増えそうですね。意外といけるのかな、この濃さ、ここのちょっと濃い赤とオレンジの間の色みたいなのをちょっと塗ってみました。あとなんかめっちゃ来てたのが、仕事辞めたいですみたいな。みんな新社会人なのかな？なんか私も新社会人というか、新卒 ?1 年目なんですけど、みんな同じ気持ちなのかな？じゃあ私が今辞めたいとかそういうことじゃなくて、なんかやっぱり慣れない環境とかで悩むというか、適応するまでに時間がかかるとかもめっちゃあると思うし、なんか私もそうだったし、なんか正直私も、なんか一時期ちょっとね、辛いなみたいな、結構辛いなみたいな時があったんですよ。で、なんかそれの原因としては、こう自分でなんだろう、うまくこうタスク管理というか、タスクが回せないみたいな、その管理がうまくできなくて、キャパオーバーしちゃって、自分の中でどうしようどうしようみたいな、結構その不安がりどうしようどうしようってなっちゃうタイプなんですよ、私。
まあどうにかなるっしょみたいな、なんかその楽観的なタイプじゃないから、あーってなっちゃうことがタイプなんですね。で、まあなんかだんだんその慣れてきて、仕事とかもやっぱどんどん増えてきたりとかして、タスクがうまく管理できなかったりとかして、すごい一回もうわーってなっちゃった時があったんですけど、何で回復したんだろうな。なんかその原因がやっぱりその自分の問題というか、例えばなんかそのすっごいパワハラ受けてますとか、いじめされてますとか、その誰かから何かをこうされて、その職場とかその環境が嫌だっていうよりは、なんか自分のそのスキルというか、なんて言うんだろうな、まだなんだろう、ちょっとできない部分がやっぱまだまだ多いから、なんかそこで管理がやっぱうまくできなくて、うわーってなっちゃったっていう感じなんですけど、何をしたんだろうその時は。でも人に話を聞いてもらうことかな、が一番解決になったかなと思ってて、結構なんか私自分の中とかだけで溜めちゃうとやばいんですよなんかあんまその自分の中だけで溜めておけないタイプで、友達とかにすぐこう、なんだろう、すぐこう言っちゃうっていうよりは、なんかその聞いてもらうとめちゃくちゃ楽になる。だから結構そういうので悩んだ時はもう本当に友達になんかもう聞いてもらう、電話して聞いてもらったりとかいっぱいしてて、でも結局なんかそれですごいすっきりっていうか、まあ頑張ろうとかいろんな言葉をかけてもらって頑張ろうってもなれるけど、慣れた、頑張ろうって慣れたし、なんだろうね、まあ家族とかとも話したりとかして、だんだんこう回復してきて、もう今ちょっと頑張ろうって慣れてるんですけど、なんかやっぱ大事なのは体、一番大事なのは体だから、なんかその本当に体を大事にしながら、なんだろうね、心の健康も保ちながらなんかやるのがいいよみたいなアドバイスをたくさんいただきましてなんかそうだなって思ったし、なんかやっぱ私の場合とか、まあ同じ感覚の人多いと思うんですけど、なんかなんだろうね、結構その周りと比べて辛くなるとかがやっぱ多いなって自分の中で思ってて、やばい、なんか自分だけできてないとか、みんなはすごいできてるとかのに、なんか自分だけできてなくてどうしようみたいなっていう気持ちも、なんかさらにその自分でうまくタスクが回せないにプラスでそういう気持ちも入ってきちゃうから、はぁってやっぱなっちゃうじゃないですか。だからなんかその、もうなんか一回悟りを開いて、なんかもう自分は自分でいいやって思えるように今は努力をしています。なんか何の話って感じなんですけど、なんだろうな、やっぱ割と比べちゃいけないよみたいなのって結構あるけど、なんかそんなこと言われてもやっぱ比べちゃうじゃんみたいなね、思うと思うんですけど、私もそう思うけど、なんかまあでも私はこれだけ頑張ってることあるし、私も私で頑張ってるしっていうので、自分をやっぱどんどんこう認めてあげないと、なんかどん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 なんかこのモチベーションも下がるだろうし、なんかいい結果につながらないんじゃないかなっていう気持ちで今はやってて、結構自分を責めちゃう人とかもいると思うんですけど、なんて言うんだろうな、自分は自分で頑張ってます、私は私で成長するのでっていう気持ち何を言いたいか、まあ、とりあえずそのなんて言うんだろう、頑張ろうって思いますね、この仕事を辞めたいって思ってる人たちに対して。でもなんかその自分はここでなんか結果を出したいとか頑張りたいとかそういう風に思ってるんだったら、続けちょっと今踏ん張ってなんかこう人に頼りながらも頑張って続けた方がいいかなって思うけど、なんかそれこそなんかそのなんだろうね、外部からの攻撃じゃないけど、なんかそういうので環境が嫌になってるとかだったら、なんかもうそういう人たちのためにこうなんだろうな、病む必要はないっていうか、なんか別にいいと思うんですよね。なんかそんななんだろう、
結構3年は続けないとみたいな考えてずっとあると思うんですけど、なんか全然もう今そういう時代じゃないって私は思うし、なんだろうね、なんか全然1年目2年目とかで次のステップに行ってる人もいるし、それはもう個人の自由だと思うし、自分のために行きたいですよね何をずっと言ってるか分かんなくなってきたんですけど、とりあえず頑張りましょう。もう無理だったらもう最悪逃げても OK って私は思ってます。頑張りましょう。はい、社交の名前も知らないある男性が気になってます。恋愛経験のない私に連絡先の聞き方を教えて。連絡先の聞き方てか自動車学校って、自動車学校って出会いとかあるんですね。でも一個思うのが、なんかその自動車学校とかって多分永遠に通い続けるわけじゃないじゃないですか。例えばなんか職場とか、なんだろうな、普通に大学とか、なんかそのめっちゃこう結構長期間通い続ける場所じゃないと思うんですよ。一時的に通って免許取って辞めるって感じだと思うから、なんかもしダメでもなんか逃げれるって言ったらあれだけど、なんかその人と距離を置きやすいから、多分卒業しちゃったら、だからなんかそれ、なんかそう思ったらなんか頑張れるような気がするけど、私もちょっと連絡先とかあんま聞けないのでどうなんだろうな。なんか友達と一緒に通っててとかで、その相手の人も友達と一緒に通ってて同い年ぐらい、同世代とかだったら、なんかそのグループでなんだろうね、こう友達になってとかだったらいけるのかな。難しい。なんか私も合宿で行ったんですけど、免許合宿、なんか本当に大学生めっちゃ多くて、でなんかそこで多分結構仲良くなってる子たちとかもいたと思うんですけど、私はねもうずっと友達と二人でいたので、なんか全然そういう出会いというか、そういうなんか恋愛的なことはなかったんですけど、どうなんだろう。でもやっぱ短期間だからもう距離を置けるようになるよって自分に言い聞かせてもらえたら最高だし、マジでもらえ最高だしマジでとか言っちゃったけど、もらえ連絡先交換できたら本当に最高だと思うし、てか交換できるから頑張ろうっていう気持ちで行った方がいいと思うし、でも最悪無理でももうなんか距離置けるし、もう会わないしって思ったらなんか行けるかもね。私今行かないともう会えなくなるっていう気持ちになったら、まあ行ってみてもいいかなっていう気持ちになりそう。でも急に連絡先教えてくださいって言うのってちょっとどうなんだろうね。なんか会話を挟む、一緒の隣の席に座るとか、その授業の時座ってなんかちょっと問題どうでしたみたいな分かんないけど、なんか問題解かなきゃいけないじゃないですか、自動車学校って。なんかそういうのでいけそう。やっぱ秋ってマットなんですかね。大体マットかな。どうなんだろう、マットキラキラってイメージ秋ってあんまないですよね。小さめのこのアイシャドウのちょっとキラキラのところを塗っていく。どうしようかな。ハイライトはなんかあんまり、全体的に秋ってマットのイメージがあるんですよね、私的に。でもハイライトはやっぱあった方がいいのかな。あった方がいいか、そりゃ。ぬろーっと。川北さん、あのメイクアップアーティストの、なんか川北さんの YouTube を見てて、なんか頬骨が出てる人はなんかこのこういう風にハイライトをのせるんじゃなくて、こうなんかこう逆シーみたいな感じで乗せた方がいいよって言ってて、私も頬骨が出てる方なので逆シーで乗せていく今日初めてやってみます。なんかやっぱここに寝るとまたさらに高さが出ちゃうと思うので、ここ
逆シーにするらしい。ちょっとやり方合ってんのかな。でもめっちゃいい感じかも。どうしよう、リップもやっぱマットだよね。迷っちゃうけど、ブラウン系のマットでやっぱいきたいと思います。メイベリンの70番のリップを塗ります。これね、本当に可愛いの、マジで。すっごいでもバニラの匂いがするんですよ。落ちにくくて本当に色も可愛いんだけど、私バニラの匂いなんかあんまりそこまで好きじゃないんですよ。全然、ね、耐えれる程度だけど。うわ、すごい、あのカメラ通すとすごい、なんかめっちゃ濃く見える。これだけでもめっちゃ可愛いんですけど、どうしようかな。この秋これでいきます私っていう審議を今してます。あ、でもいいかも、統一感がある。これ一本でいきます、特に重ねずに。で、今思ったんですけど、チークを塗ってないということに気づいたので塗っていきますね。またまたこのパレット、どうしようかな。でもやっぱオレンジ系、ブラウン系だと思うので、ちょっと一旦ベージュっぽい感じの、ここのベージュっぽい色を取っていきます。最近ちょっとチークとかね、手抜きしちゃうんですよね。なんかマスクだしみたいな、取れるしみたいな。ちょっとね、塗らないことも結構あるから、ちょっとやっぱチーク、ブラウンチークいいですね。ちゃんと塗ろう。このパレット秋いいですね。ちょっと買ってからあんま使ってなかったけど、秋メイクにめっちゃいいな。いいかも、今日メイク成功かも。完成しました。こんな感じ、ほとんどこのパレットとかな、このパレットですね。ほぼほぼ、ほぼほぼじゃないか、全部か、全部このパレットでできました。このチークもアイメイクもリップはこれだけど、はい、私の秋メイク決まりました。こんな感じで今年の秋は、なんか濃く見えるな。こんな感じでいきたいと思う。なんか私のイメージ的に秋はなんかブラウンとかオレンジ系で、なんか冬はもっとこう、なんていうんだろう、ボルドーっていうか、あのちょっとこう青み系のイメージなんですよね。それはもうなんかブルベ冬とかイエベ秋とかにあれされてるのかな。でもなんかそんな感じがするので、ちょっと冬になったらまたこのメイクをアップデートしていこうと思います。って感じで、これで完成です。一個ちょっと、まあなんかご報告って言ったらなんかすごい YouTuber みたいな感じになるんですけど、なんかそんな、なんていうの、すごく大きいこととかではないんですけど、ちょっと今後個人チャンネルの方をやっていきたいなと思ってて、まあなんか理由としては、ちょっと今後なんていうんですかね、こう自分的にやってみたいこととかもいろいろ出てきて、ちょっと動いたりはしてるので、なんかその個人チャンネルでもうちょっとこう、なんて言うんだろう、こう自分の系統じゃないですけど、自分の好きなものとかをもうちょっとこう色を出せるようなチャンネルをやりたいなと思ってて、いつ始めるかとか何日から始めますみたいなのはちょっと具体的にまだ決められてないんですけど、はい、一応やろうかなと思ってるので、こちらの方も見ていただけたらすごくありがたく思います。はい、で私今年になってから本当にコスメ買ってなくて、ちょっと秋コスメ、冬コスメとか仕入れに行きたいなと思ってるので、何かおすすめあったらコメント欄にぜひ書いてください。インスタにコメントくださった方ありがとうございました。また何か投下したら皆さんいっぱいコメントください。はい、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。